上田正樹さん、当時17歳。学徒動員で金輪島にいた上田さんは、当日の午後、救援活動のため市内に入り被爆しました。上田さんは被爆当日、燃えくすぶる火と水を求める人々の叫び声の中で被爆新地に入り、被災者の名簿作りや遺体の処理作業に当たりました。現在、上田さんは原爆で死んだ友人の顔を思い出しながら、子どもたちに被爆の実相を語り続けています。私はちょうど学徒動員で暁の6140部隊へ勤めておりました。で、普通でしたら寄宿舎が東雲にありまして、東雲からこう通うのが普通なんですけれど、がいろんな事情で私は小井の近くの高須だったと思うんですが、公明団本部、信州の公明団本部っていうのがありまして、そこを寄宿舎にして、そこから神谷町を通って宇品港へ来て、宇品から金輪島へ渡る、そして作業をして晩には帰っていくと、そういう形で暁の6140部隊へ毎日動員でこう出ておったわけです。で、6日の日はちょうど7時半頃だったと思います。空襲警報が解除になりまして、解除になってすぐ電車に乗りまして、それから金輪島に渡って、で、金輪島に渡って、そうですね、わずか3分か4分の時間だと思います。今日の作業は何ですかっていうようなことでこう聞きに行く途中で、ピカッと光りまして、で、光った瞬間に暑いなと思ったんですが、その時にはすでにもう友達はこう防空壕なんかに避難しておりますし、私はもう避難も何もなくて、そのちょうどこう衣替えの大きな衣装替えの部屋がありまして、その部屋の雨どいの下がちょっと掘れていましたので、その掘れたところへうつ伏せになってこう転がりました。で、しばらくしてその立ってから見ましたら、爆風が来て、爆風によって屋根やなんかが吹っ飛ばされたり、特にその時にひどかったのは、女子の学徒動員がこの衣装替えの部屋の中でこう衣替えをしておりましたところが、ちょうど窓が腰の高さぐらいになって、ガラスが飛んできて、女子学徒が胸の辺をやられまして、真っ赤になって出てきたんです。それが非常にまあ印象に残っていることと、暑かった、いや、とっても暑かったっていうのが印象に残っている状態ですね。だから私自身に対する直接の被害っていうのは受けていないですね。その後、市内の様子はどんな感じでしたか？そうですね、それからとにかく市内へどうなっているか帰りたいもんですから、返してくれっていうことを盛んにこうお願いしたんですが、お願いしても船が出ないもんですから帰れないんですね。で、金輪島から見た時にはとにかく僕はガスタンクが爆発したんだということで、で、キノコ雲も見ましたし、とにかくメラメラ燃えていくのもずっと見たわけです。まあ、そんなのを見て非常に心配なので、たびたび行ったんですが帰れなくて、ちょうど金輪島を出ましたのが2時過ぎだったと。それから丹那って言いますか、その辺へ着いて淵崎の方から回って的場へ入っていって、的場から神谷町の方へ抜けて、そして小井へずっと帰っていったと思うんですね。で、途中はもう3時か4時頃で、全く元気な人間っていうのは死んでいるか、あるいは傷ついてこううめいているかだけで、歩いている人っていうのはもう見なかったように聞いてですから、もう非常にこう火が燃えて熱くてかなわなかったのが印象に残っているのは、それで小さな防火用水ですね、防火用水へ8人も9人もこう突っ込んで、頭だけを突っ込んで、そして進路を全部出しているとか、あるいは、まあ、さっき言いましたように上半身が全く焼けてしまって白骨になって、それが火の中でこう立っているとか、あるいは馬や牛がこう死んでいるとか、もちろん
川べりなんかではいっぱい死んでいる、あるいは焼けただれているの。それからあの電車は先ほど言いましたようなと。で特にあの私はその普通だったらそういう中へ入っていったら、例えば指を切ってもこう気が変になるっていうようなことなんですね。ところがその中へ入っていったのに自分がその気持ちが変にならなかったというのが今振り返ってみて非常に不思議なような気がするわけですね。だから人間っていうのは環境が周囲が変わっていったらまるっきりそんなに変わってしまうもんかなというようなことを、まあ、今になって思うわけですけど、その夜はあのちょうど向かいが今の太田川の新しい川ですか、その川を向こう正面に見ますと、その川の正面がもう真っ赤に燃えておりまして、そしてお父ちゃんとかお母ちゃんとか、あるいは自分の姉さんや兄さんの名前を呼んでいく声と、から国道をゾロ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 下がっていく、しかも国道にあの荷車にあのゴザのようなものを引いたり、むしろを引いたり、その上に持っていって薄っぺらな布を引いて、そして動けなくなった被災者を運んでいく、そういうものがずっと夜中中続いていったように思います。そういう中で上田さんはどんなお気持ちだったですか？そういう中であの何とかして手伝いができるならということで晩にもちょっと出たんですけど、あのおじいさんが車を引いて帰っておりまして、その上に女の子が乗っていました。今で言ったら中学2年か3年くらいでしょうかね。でさっき言ったようにゴザを1枚引いておじいさんが引っ張って行っているもんですから、そんなことしたらおじいさん死んでしまうよって言って、ところがだからあのどこまで帰るんかって言ったら五日市の辺だったもんですから、それじゃ手伝ってあげよう、途中まででもいいからその背負って僕たちが交代で背負って帰ってあげようというようなことをこうしながらこう少しで手伝いをしていったわけですけどが、でもその女の子っていうのはさばった時にはもうことが切れていたように僕たちは思いました。それでもおじいさんにもうこれはダメだっていうことは言えないので、やっぱりこうさあの抱いてやったりいろんなことしてこう連れて帰っていくのを手伝ったような記憶が今残っておりますけど。それから8月7日になるわけですが、うん、7日はどういう行動をされたんですか？原爆ということがわからないで、まあ、入った時には新型爆弾だというようなことになったわけなんですけど、まあ、そんな話をしながら、とにかく僕たちはその体が動けるんだからなんとかできることなら広島の怪我をしたり、あるいはこう食べ物もなくなっている人たちの手伝いができればやろうじゃないかということで、その晩からあの救援活動をすることをみんなで申し合わせまして、まあ、最初にやったのはその紙に戦いはこれからだというようなことを書いて、そして的場とか、まあ、人通りの多いところにこう貼っていったわけですね。大変な惨状になって、あの戦いでちょっとしたらみんなが戦うことにくじけてしまうんじゃないかというようなことの話が出たと思うんですね。でそういうことに負けないというような意味で戦いはこれからだというようなことを、まあ、みんなが書いて貼っていったんだと思うんですよね。どういった救援をされたんですか？救援活動で最初にやったのはあの名簿を作って的場や駅の辺に外から入ってこられる人にできるだけ誰がどこでどうしておられるというようなことが分かるように名簿作りをやったと思うんですよ。ただその名簿作りをやったのがどういうふうな形でやったかなというのが私は具体的に今思い出せないんですが、とにかく名簿作りをやっていったと思います。もちろんあの死体を焼く手伝いも、それから遺品を集める手伝いもやりましたし、あるいはあの食料がないんじゃないかというようなこと、あるいは塩がみんないるんじゃないかというようなことで暁部隊に行って塩をもらって、そしてその塩をあの配って歩いたようなことも記憶にありますけど、ただ塩を配っていて憲兵隊に捕まって憲兵隊がその塩をどこから持ってきたかというので
突き詰められまして、ちょうど背中にピストルを突きつけられて、こう尋問にあったのが今でも記憶に残っておりますけどが、まあ、そんなことや、あるいは缶詰がたくさんありましたので、そんなものをもらって出してきたりというふうなことをしたり、あるいは後になっては、あの周辺のこの避難所へはがきを背負っていって、そしてそのはがきに、あのどこにいるというようなことを書いてもらって投函して連絡をしてもらったり、そして例えば五日市ですか、その辺まであのはがきを持っていくっていうと、寄宿舎で背中に背負っていって、そしてそれから乗り物もあまりありませんから、ずっと歩いて配っていく。だからはがきを背負った重さがあの時何と重いもんかなと、そんな感じがしたのは印象に残っているんですけどが、被災者の人と直接話をしたっていうのはあまりないですね。ただ私の後輩が寄宿舎の下敷きになって死んで、そしてその父親が遺体を取りに来た時に、私はその父と話をしたことがありますけどが、そんなことで他にはあまり印象に残っていないですね。そのお父さんがですね、見えられた時にはどんなお話をされたんですか？何も言わなかったですね。何も言わなかったと同時に、お話が私はできる状態でなかったっていうのは、とにかく寄宿舎が2階でしたけどが、2階の下で死んでおりましたのを私直接出したんですけどが、初めは匂いかなんかですぐ分かるわと思いました。ところがそんなことでとてもじゃないが分かるんじゃなくって、最後は瓦を上げて小さい隙間があったら、そこから棒を入れて棒でこうやっていくと感触が違うだろうと思って、でたまたまゴムのようなこう当たりの感触がしたもんですから、そこをずっと1メートルぐらいずっと何箇所もやってみたら同じような感触がするんですね。どうもそこがおかしいということで、こうずっと手で出していきましたら、一番そこに白いシャツのようなものが見えました。でそのシャツのようなものが見えて、あ、ここだと思って、それから全部出していったんで、いったところが頭にもう10センチぐらい頭が切れて、その中が白くこう出ておりました。で私はやっぱり今手のひらの中にそのゴムのような感触っていうのがやっぱり残っているんですね。でそれが友達が私に残してくれた何て言いますか、言葉だと思うし、それをどう解釈するかっていうのが、まあ、私のこう今までたどってきたことなんですね。当時の教育で僕は真っ当に優等生に作られていったなということを思います。だから決して教育の中で優等生になることがいいことかどうかっていうのは僕は疑問があるな、そういうふうな感じですね。と同時に大人たちはもっともっと責任があることを言うべきだないかな。私がそういう言葉を受けたのは18か19だと思います。50年間それを私は忘れていないし、一生涯それは忘れていないし、だからやっぱり戦争はこれからだということを書かしたその教育っていうのを十分考えてみる必要があるんじゃないかなと思います。上田さん、語り部されててね、いろんな若い中学生とかと交流する機会あると思うんですけど、彼らと会ってみてどんなことを思いながらお話をされてますか？あまり考えないで私をぶつけていくだけです、分かってくれるかどうかっていうようなことも考えないでもないんですが、そんな小細工を弄する前に、私が言いたいことと私が生きてきた生き様をできるだけ分かってもらえるようなことで話はしたいと思うんですが、どれだけ私をぶつけるかっていうことを一番大事にして、一番思うことは恨みつらみがあるんじゃないかっていうことですね。だから恨みつらみっていうのをやっぱり
はっきり言うこと、それは自動車で死んだんでもないし、病気で死んだんでもないし、殺されたんだ、で殺されたんだということを僕ははっきり捉えていかなきゃいけないんで、なんで殺されたんかって、死にたくなかったと、なんで殺されたんかということをやっぱり他の人に伝えていかなかったら、彼が死んでいったことのわけが分からなくなる。なんか分からないうちに彼は死んでいったんだ、あるいは仕方なしに死んでいったんだと、仕方がなかったんだと、戦争だから仕方がなかったんだということで多くの場合済まされるし、原爆も仕方がなかったんだ、原爆をやらなきゃ仕方がなかったんだということで済まされ、友達が仕方なく仕方がなかったんだ、戦争だから仕方がなかったんだということだけでは僕は済まされない。僕が2階の崩れた大きな柱の下で死んでいる友達を見た時に仕方がなかったということだけじゃ済まされない。その済まされんことを済まされないんだということを伝えたいと、そういうことです。語り部されている中で上田さんの中でこだわりというものがあるというお話がありましたけど、そのこだわりっていうのは何ですか？こだわりっていうのは、私がそう思っているけれどが、しかし死んだその友達は本当にそうだったんだろうか、まだ言いたいことがあったんじゃないか、言い足りないところがあったんじゃないか、あるいは私が思っていることと違うんじゃないか、そんなことが一つのこだわりなんですね。もう一つのこだわりは、私が友達のことを語ることによって、なんか私が私自身を売っていったり、あるいは諸々のことの中で私がうまくそれをこう利用しとるって言ったらおかしいけれど、原爆を利用している、そんなことがあるんじゃないか、そんなものが絶えずこう私につきまとっていくわけですね。だからおそらく今日帰る時も、あれでよかったんかな、本当にあれ、私を友達が見ていたら友達がもう悔しがってるんじゃないかなと、上田嘘を言うなと言っているんじゃないかなと、そんな気になるんです、ね、だから語り部をした時も今日のような時も、帰る時っていうのはやっぱりいい気持ちじゃないですね。影響みたいなものは受けてらっしゃいますか？31年ですから、30代頃ですかね、白血球減少症をやりました。で、白血球がずっと半分から3分の1ぐらいになって、その時に友達が、なんで物好きに広島に残って救援活動やなんか やるんだと、そんなことをやるからなるんじゃっていうような話をしました。なるほどそうだなと僕も思ったり、まあちょっと悩んだことがありますけど、は白血球減少症をやって、それからあとは今日までやっぱり放射能の関係かな、何かあったら放射能の関係かなということをいつもこう思いますし、だいたい白血球が少ないし、で今出てきている白血球というのが若い白血球が出てきているというようなこともあって、やっぱり絶えずそれには怯えています、正直なところ。それはどんな症状として現れるんですか？そうですね、体がだるいことと、それから発熱がよく出るというようなことと、やっぱり免疫かなんかがうまくいってないんじゃないかなと思うんですけど、原爆っていうのは伝えられますかね？原爆ですか？僕は伝えきれないと思います。どうしてですか？それはやっぱり一つの原爆を伝え、ものを伝えるときには一つの限界があると思う。だから体験を伝えるっていう時には、やっぱりその体全部で体験していることであって、体全部で体験していることを言葉で伝えるっていうのは僕は大変な限界があると思うんですよ。だからその限界をきちっと踏まえていかないと、やっぱりなんかその全部伝えきれるんじゃないかなっていうような錯覚に陥ったら僕は大変なことだと思うんですね。今の世の中を見てて、上田さんそういう点から見ればどういうふうに考えてますか？怖いです。怖いです。
今の世の中っていうのは僕は怖いです。力足りなかったって言って、友達のあの死んでったことに応えて僕が語るにはあまりにも力がなかったって言ってですね、それだけですね。もっと言いたいことがあったって、例えば本当に命が大事なって命が大事なって言って今頃盛んに言うわけですね。その命を十五のところで切っているんですね。それが言いたいことが何だったかということはやっぱり僕は捉えきれなかった、捉えきれずにみんなに伝えたっていう、そういう意味では僕の力っていうのは本当に なかったと、どうしても伝えきれなかった。原爆一つどうして伝えられますか、あんな原爆は、伝えきれないですよ僕は。だから広島の心を話せって言ったってやっぱり話しきれないですよ、すごい。これからまだまだこだわっていかれますか。いや私はこだわって、私は最後に次の旅に出るその瞬間までそこまでこの問題にこだわり続けていく、そうしなかったらやっぱり友達が言っていることをどっかで僕がごまかしていったということになる。